こんにちは、トムズサイクリングです。今回は4月17日に行われた富士チャレンジ200の動画になります。トミが100キロ男子ソロ、私が50キロ女子ソロに出場しました。そして今回特別企画として六本木エクスプレスの一部のメンバーが1分間先行して100キロ逃げ切れるかというチャレンジにも挑戦しています。あいにくの悪天候の中で行われたレースでしたが、私たちの100キロ、50キロのレースの様子をお届けしたいと思います。どうぞご覧ください。結構袖があるのも結構大きいレースで、カテゴリー200人とか
で千葉関東結構多く集まるレースだったけど、そういうレースでこう先頭集団しっかり走れてたんで自信があったところもあったんですけど、まあ、今日は半分ぐらいで集団の前になかなか出れなくて、こう集団の真ん中でブチッて切れちゃって、でその後ろ側にいたんで上がれず、結局なんか小さい集団で最後まで走り切りました。はい、やっぱりこう富士チャレンジみたいな大きなレースになるとやっぱりまだまだで、もっともっと頑張らないとこういうところで戦えないんだなって思いました。今日はね結構ハードだった集団が結構速くて上りがかなりきつかったんですけど、そういうところでこうついていけないと、例えばニセコだったり沖縄みたいなレースは全然走れないだろうなと思います。じゃあ改めてね、自分のこう慢心してた気持ち、慢心はしてないけどちょっといけんちゃうかと思ってた気持ちをね、心を砕いてまた一から土に撒いて芽を育てていきたいと思います。できることは頑張りました。カテゴリーでもまだ完走者何人か分かんないけど、大体600人ぐらいエントリーだったかな、で47位だっけ、速報今47位でしたね、10分の1ぐらい。いやでもすごいよ、いやまだまだ早く前で戦えるようになりたいですね、頑張ります。また頑張りましょう、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。私ソロ50キロ女子、はい、2位でございました。いやでもね、ちょっとね今日はぶっちゃけ優勝を狙ってたの で、ね、ちょっと悔しい気持ちはあるんですけど、結局1位の方を1回も見かけなかったの でどこに誰がどう走ってるのか全く分かんなくて、800人ぐらい走ったんだけど全然分かんなかったんで、そうカオスだった。一応ね、見かけた同じカテゴリーの人はなるべく抜くようにはしてたんだけど、最後まで分からず最後2位ということで、まあ、ちょっと悔しいですが、まあ、久しぶりになんか2位っていうか、なんかこう3位以内に入れたんで嬉しいです。チャレンジの100は200で2位、まあ50キロなんでねあれなんですけど、まあ本当でも無事にこうやって帰ってこれたんで今日は何よりです。はい、はい、お疲れ様でした。